はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、りょうじんと申します。今回もコールオブデューティインフィニットウォーフェア実況プレイやらせていただきます。よろしくお願いいたします。今回使用する武器はですね、ウィドウメーカーという、スナイパーライフルですね。2点バーストがなんたらかんたらという、なんかちょっとまた変わった仕掛けのスナイパーライフルなんですけども、いやー、仕事疲れたー、仕事帰りだー ちょっと仕事帰りなんで、仕事帰ってきて速攻、なんだこの武器は。2発出んのか。なるほど、把握しましました。把握しましました。あ、2発を当てなきゃいけないんだね。なるほど、OK、把握いたしました。よし、じゃあちょっと早速2発当てたいんですが、こう倍率高いよな。倍率高いくせして、こう、なんていうか、こう、なんかスコープ暗いよな、これ。これはまた癖のある武器やな、これは。うわ、ぶれるな、これ。一回スコープ離した方がいいっすね、これ。間違いない。一回スコープ外した方がいいね、これ。撃った瞬間、クイックショットみたいな感じで、変えた方がいいですね。間違いない。どこやで。いや、これちょっと高いな、倍率マジ。OK。トゥアハ。いや、これむずいわ。このスナイパーライフル、2点バーストのスナイパーライフルね。はい、もうなんとなく分かってきましたよ。もう両親ルール分かれば強いですから。まあ、ルールが分かればの話ですけどね。ルールが分かって、かつ勝たなきゃいけないという。いや、これむずいぞ、この武器。大丈夫かな。いや、スナイパー使うと両陣黙っちゃうんでね。OK。指連打が遅くてもね、連射すればなんとかなるね。撃った瞬間にスコープを離すみたいなことしないかんね、これ。なんとなくやり方が分かってきたけど、それでもなおっていう感じやな。なんかマークついてんだけど、なんで？2発、これどっちとも一発ショット並みかな、これ。一発ショット並みに強いんだったら話は別なんだけどさ。そういう都合のいいスナイパーライフルではなさそうではありますが。当たった。むずい 当たったらハンドガンでいけんじゃね？そう、激浪パターンでしょ。多分、スナイパーの一発当たったら激浪で、あとはハンドガンで仕留めに行ったらいいんじゃねえの説あるね。怖い。怖いというか、無理だね。おい！むずいよ。このゲームむずくない？スナイパーライフル今作マジでむずいよな。いましたね、今。ちょっと待って。OK。ブースト管理でね、あんなこともできるんですからね。なんか形はかっこいいんやけどな、このスナイパーライフル。いますね。なるほど、2点か。これはまた変わった特性の武器ですね、ほんとね。いろんなスナイパーライフルが出てくるもんだ。クロー使ってますね、これ。撃つんねー。いるし。気づくのせー TAR というグレネードランチャー。グレネード？グレネード？今なんだ？リーサルウェポンか、あれ。多分リーサルやんな。いや、まだね、ちょっと武器の装備まだ把握しないっていうのがね、ほとんどなんでね。いや、ここはね、やっぱりこう敵にやられて、こうどういう風な使い方をしていくのかっていう、そこからなんですけど、これミニマップ見えないやばいわ。ミニマップ見えないのやばい。本格的にまずい、これは。サーチされてるってことは、なんか何かのパークなんやろうな。これなんかついてるってのはね、多分何かしらのパークではあるのはわかるんですが。いるわ。無理しなくていいんだよ。スナイパーライフルでキルできるやつをキルすればいいだけの話だから。
あ、2人いたか。2、3人いましたね。あ、リス変わったわ。リス変わった。スチールドラゴン使っとけばよかったかな。あぶね。一応コッキングなんやな。一応コッキングなんやな、ここは。セミオートでもいいんちゃうこれ。いや、スナイパー使うとマジで黙るなぁ、ほんと。苦手なだけあるわ。もちろん。苦手を克服していかなきゃいけないのもね、このゲームの。やり込みというかやらなきゃいけないことなんですけどもね、やっぱ苦手なものは苦手なんで、一回敵がすぐ瞬時計してくれるというこの感じ嫌いじゃないけどね。いるやんけー。化けるのスチールドラゴン、もうちょっと色上がってもいいんじゃない。無理無理無理。ナイス、助かったよ。敵いますね。どっちらへんだこれ。まあちょっと中にいるってことは分かった。忘れた頃に使うからねこれ。あー来ないかな。来ないね。これ中央来ますねこれ。オッケー。うい。ナイス。全然スコープになれへんわこれ絶対。うーわうわー、そっちか。あ、全然気づかなかった。やべえ今作のスナイパー難しいな。比率1取るの精一杯だよこれ。なんかついてますね。すごいな、こんなんあるんだねこのゲームね。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。ちょっとまだねスナイパーライフルに慣れてない僕にとってはとても大変な武器ではございました。ではご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。